ねえ、隣どう？なんだか一人で座ってるのも味気なくって、ならだわ。じゃあ私も。え、何の反応もしてくれんやん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで、お、ハンナちゃん、アイラン、実はさ、ギラギラしたものを身につけるのが昔うちのブームだったんだ。たちもみんなやったもんだから、無駄に携帯をデコったりしてさ。え、ハンナちゃんにそんな時代が。持ち物は無理して光らせてたけど、なぜか服はジャージだったな。今思うと恥ずかしい、ハンナ。でもなんかあるあるな気がする。ギャルのあるあるな気がする。めっちゃね、スマホとかはデコるけど、昔プージャー流行っとったし、プーマジャージ、今違うんかな。おーす、アイナ、元気してる？だってね。話に来たよ。見たよ、手紙。虫取り、見回り、花の世話。これから何をしようかね。ま、やりたいことからやっていくか、だってね。おー、何、どうした？ちょっと聞いてくれよ。俺困ってることがあるんだ。それはな、困ってる奴がいたとしても、そいつが困ってる顔をしてないと気づいてやれねえってことなんだ。だからおめえは困ったことがあったら、ちゃんと困るを使って困った顔してくれよな。頼んだぜ、キッ。でもそれしても多分素通りされてくんやろ。困るなリアクション教えてもらった。どうしよう。じゃあちょっと今から。おい、どこ行くんだ。ちょ、待って。待ってって。ここに登録してなかったら。困る。よし。おい、待って。あ、間違えた。ほら、困った顔したところでめっちゃ素の顔で見られたやん。ごきげんよう、アイナさん。よ、お話ししよう。今日も一日張り切っていきましょう。よ、頑張っていきますか。まあ特にすることもないんだけども、あ、そっか、スコップもう壊れたんやったっけ。ちょ、新たに作ってこなくては。素材はあるかな。 DIY で何か作ろうかな。作りまーす。あ、作れねえ。硬い木材とかがいるのか。なるほどね。もう買ってこよっかな。ん？今なんか、風船飛びよんかと思ったら、カジロウの影かよ。ん？また鳥が止まっとる。7月29日が何の日か、皆さんは知ってるよね。そう、ライオネルさんのお誕生日だなの。みんなでお祝いしてあげてね、たぬきち。マジで？ 7 月29日？ライオネル誕生日やって何あげよっかな。何かあげれそうなもん。私、ライオネルに結構いろんなものあげてる気がするけど。ね、住民の中でも結構、いろいろとあげてる方だと思う。特にここにはなさそう。いらっしゃいませ。ませ。たぬき商店へようこそ。ようこそ。ただの商品をご覧になるんですね。必要なものがありましたら、お申し付けくださいませ。ませ。ラッピングって私どれぐらい持っとったっけな。あ、かわいい。タータンチェックの傘。紫持っとったんかな。赤。なるほど。特にって感じやね。アウトドアのスコップ。なんとなくこうね、かわいい方を買っていく。あ、でも木の方が素朴でかわいいような気がするけど、でもあれ簡単に壊れるけんな。はい、ありがとう。ありがとうございました、マスター。おし、ってことでちょっと今日こそ、しっかりと1万ベルを植えて、アウトドアのスコップ。全然違う。場所が全然違うぞ。よし。そしてここに、1万ベル。これを、埋めます。先に埋めてしまえばいいよね。うん。オッケーオッケー。これで。よし。あ！ジャスティンおるやん。こんなところに。
ウェイウェイ、久しぶりじゃん。どうも、イケてる魚コレクターのジャスティンだぜ。ああ、今の笑うところなんだけど、君やっぱクールだね。俺は魚との出会い求めて、相変わらずいろんな島を飛び回ってるよ。状態のいい魚を手に入れるには、釣り上手な人に売ってもらうのが一番確率だからね。ここだけの話、釣りを取り巻く環境って毎日変わるから、クオリティを保つの結構大変でさ。同じ人でも買い取り前には毎回釣りの腕前確かめさせてもらってんだ。もうさ、あれやん、レックスはさ、一回もそんなことしたことないよ。とりあえず腕前チェックしましょう。お、ありがとう。じゃあ早速腕前チェックを始めるね。今日のお題はフリーダム。おお、大きさは何でもいいから5匹連続で魚を釣りまくってちょうだい。フリーダムとかもあるんや。あ、ザリガニとかカエルとかでも釣れるものなら何でも OK だよ。ちなみに5回連続で成功する前に魚に逃げられると失敗になっちゃうから気をつけてね。うん、了解です。あれ、いつもさ、なんかサイズが決められとる時って3匹じゃなかった？なんか2匹増えた？フリーな分ちょっと厳しくなっとんかな。とりあえずちょっとこの1匹、ちょっと大きめじゃない？いい魚な気がする。さあ来いよ。おう、はい、来たー。うん、そんなに良くなかった。普通にブラックバス。はい、この調子で5回連続を目指そう。何やってんだい？わーい、アイラくん。世間話でも。君は今から何をするつもりなの？僕もこっそり真似しちゃおうかなーってし。ぜひぜひ。真似して。ジャスティンのね、腕前、チェックを。思い浮かばんかった、今。さあ。さあさあ、来い。これは鈴木か？はい、来たー。鈴木だね。はい、2回連続。あと3匹。これも結構でかいけど鈴木かなぁ。でもちょっと、なんか細くない？ね、若干細いよね。でもなんか、なんやろ、ウツボとは違うような気が。いや、ウツボか？わからない。来い。確実になんか普通の魚ではないよね。あー、ウツボだった。あー、ウツボだったわ。ウツボの影なんか久々に見た気がする。いないな。逃げた。できるだけなんか良さげな魚を釣りたいんやけど全くいないんですが。ね、普通の魚ばっかり。この辺、魚自体おらんかった。ちょ、魚。あ、これ届かんかな。おいで。あ、来る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 。あ、あっちにでかいのおるやん、なんか。じゃあ、あっち行きたい。これは、連続じゃないということになってしまうんか？もしや。そういうことになるんだろうか。あー、くっそー。引っかかってから逃がしたかどうかかなと思ってんやけど、今のもカウントされてしまうのだろうか。さあ、来い。お、来た。一匹目からかな？ブラックバスかい、また。ああ、ほら、やっぱり、ここからや。ここから一匹。くっそー。まさかあれもカウントされてしまうとはちょっと思ってなかった。ちょっと逃がしてから思った、ちょっと。うわぁ。つら。はい、来い。さあ来い。ってことは、今日の動画外でのお金稼ぎはもうジャスティン限定やね。ブラックバスだらけやん。どんだけやねん。はい、あと3匹。サメとか来いよ、サメとか。今のところ変わった感じの魚ってウツボだけなんやけど。もうちょいさ。竜群の使いとかはもう季節が変わったんかな？お！ルーシーも釣ってるじゃないの。
さあ来い。めっちゃギリギリのところ。はい、来たー。おい、川？あ、ここ、川の部分なんや。海の部分かと思った。違った。おいし、来い。もうあれなんやね。魚がこっちをつついた時点でダメなわけやね。引っかからんくっても。来い来い来い。うー、押し寄った。はい、来たー。これはヤマメ？アユやった。アユ、アユ。これ初めてやん。何気に。ね、何気に初めてなんやけど、アユ釣るの。イエーイ。君は？あと一匹かな？ちょっと待って。さあ来い。5匹って意外とちょっと緊張感ある気がする。お、まだか。来い。はい、来たー。これラストかな？イカ。イカを釣り上げた。イカよろしくー。よし。ってことでちょっとジャスティンに。報告をしに行きましょう。あ、ちょっと先にさ、このアユ預けてきていいかな。さったって事実はあるけん大丈夫よね。やっほー。ぐご。は。すみません。おはようございます、アイナさん。アイナ博物館へようこそお越しくださいました。私に何かご用でしょうか？久々の魚。新しい魚。はい、これをどうぞ。ほい。ほほ、これは間違いない。アユですね。よろしければ、アユについてちょっと解説いたしましょうか。お願いします。喜んで。アユといえば初夏の代名詞。これを食べないと夏を迎えた気がしない、なんていう人もいるくらいです。アユ全然食べんねえけど、私。アユは川で産卵すると、一旦海に出て、大人になると生まれた川に帰ってきますが、帰ってくるタイミングは川の水温によって変わるのです。水温が低い時は漁の開始も遅くなるので、アユなしで夏が来ない、というのもあながち間違いではありませんね。そこで季節が測れる感じ。と、まあこんな感じでございますです。はい。では、お預かりしたものは前日に飾らせていただきます。ありがとうございました。他何かお手伝いできることはございますでしょうか？いや、もう大丈夫。そうですか。では、自由にご見学ください。ちょっとそろそろさ、喫茶ハトムスのマスターがやってきてくれないかと、めっちゃ思うのだけど。ね、超思うのだけど。でも来るとしたら別で来るんかな。博物館の中に増築されるんかな。その辺がちょっとね、よくわからんよね。ヘイ、ジャスティン。ウェイウェイ、どうよ、調子は。あれ？君もう魚を5匹連続で釣ったんじゃない？うん、間違いない。ってことは、何をチェックして間違いないと言ってるのか全くわからないんだけど。何を見たの？はい、とりあえず全部売ります。アユはもう預けてきたけんね。でも別になんかこう、これといって高く売れるような魚もおらんけど。はい、どうぞ。あ、一匹じゃないんだね。全部まとめて。3600ベルでどう？まあ、こんな魚でも3600ベルもくれるんなら。ありがとう。サンキュー。また利用してね。どうもどうも。またそのうち。ま、ていうか、今日、思う存分利用させていただきます。クワガタは私、寄贈しとったんかな？寄贈したような、気もする。この距離からなんやね。あ、してなかった。うん、これは、ノコギリクワガタを捕まえた。顎の曲がり具合がたまりません。顎の曲がり具合、全くわからんけど。何やってるの？試合待ち？あ、ごめん、殴ってしまった。ねえ、隣どう？なんだか一人で座ってるのも味気なくって、ならだわ。じゃあ、私も。え、何の反応もしてくれんやん。何？ねえ、アイス。あ、そっちの向きにも座れるのね。
この状態で。座った状態でも仕草できるんやね。なるほど。え、なんかさ、飛び盛りの時さ、隣に座ったらなんか、ニコみたいな笑顔してくれおらんかった？なくなったの？悲しい。え、普通に悲しい。ね、笑顔を期待したんだけど。なかったわ、普通に。さあ、それじゃあ、クワガタも起動しとこうか。やっほー。寝すぎ、寝すぎ。起きて。起動します。ほう、そうですか。で、何を起動してくださるんですか？ワクワク。はい、この、ノコギリクワガタを、どうぞ。ひ、ノコギリクワガタ。あ、いえ、なんでもありません。それでどうされます？やはり解説をご希望でしょうか？もちろん。あ、聞きますか。それでは、5本。ノコギリクワガタのオスは、大顎の内側に、ノコギリのようなギザギザの歯があります。カーブがかかった大きな顎は、水球とも呼ばれてかっこいいんですよね。ただし、そんなのに挟まれると、相当痛いのでお気をつけください。はぁ、恐ろしや。まあ、それはさておき。たとえ苦手なものであっても、責任を持って大切にお預かりしますよ。ありがとうございました。カブトムシとかも寄贈してないってことかな、ということは。まあ、この夏の間に、結構長い期間おるとは思うけんね。カブトムシも。カブトムシも、クワガタも。その間に、取れるといいなと、思う。でも、飛び盛りに比べてだいぶ、出てこんようになったような気がするけど、その辺の虫。まだまだこれからかな。ほい！ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださって、ありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかいろいろと、飛び盛りと比べて、細かい部分が変わってるような気がするけど、なんか、なくなったこととか、難しくなったこととか、どうなんやろ。もうちょっと、いい方向に。いい方向にいろいろと増えないだろうか。